マネージャー2本目2本目ですね。タクシーからお届けガクトさんに会おう。ごめんなさい、めっちゃタン絡んでる。やばいやばいやばい。我々が来た理由の一つでもありますけども、まあそうですね、はい、さんが今KLに住んでるんですよね。拠点がKLってことで、アポお願いしたら会ってくれるということで、はい、日本でもコラボしてもらったけど、やっぱそのガクトさんってその外に出れないじゃないですか、人気的に。確かに確かに。日本だと、けどやっぱKLとかだとまだいけるよということで、KLであれば元気のナンパも見てもらえる。はい、ちょっとね、はいはい今日はもう当たって砕けろ。おお、もうガンガンいきますよ。ナンパもナンパも行って、ガクトさんにもガクトさんにももう、まあ、ガンガンって言ったらあれやけど、まあ、まっすぐナンパを見てもらって、なるほど、下手すりゃガクトさんが女の子とトークしてるところも見れるかもしれないわけじゃないですか。元気がナンパして連れてきて、そうだよね、どうぞっつって、どうぞアテンダーしてね、半分アテンダーみたいなね。そしたら街ブラ OK やけど、どこまでなんか OK なの正直分かんない部分もあるから、まあ会っていろいろ話して、っていうとこもあるけど、そうですね。カメラマンでちょっと無料案内所の真山さんともう一人留学のね、留学の無料案内所の真山さんと、おごっちゃんこと俺におごれ、ちょっと今日帯同してくれますので、はい、顔を映せないらしいんですけど、はい、そうチャイムは引き続きいませんけど、そうそう、そのメンバーでお届けします。はい、まあまあでも筋トレぶりやね、筋トレぶりやから。さあということで、ご覧の通り GACKT さん家に来ておりますいやいやいや、すごいけどな、ちょっと当たり前じゃなさすぎて。はい、え、これここら辺とか映してもいいんですか。いいよ、ちょっと映しちゃってください。いや、なんかちょっとね、いいな、あ、すごい撮ってくれて、まあはいまあ今日はね、いつか絶対行きたいと思ってたんで、確かに、いや、ついにやっとそういう機会があったんで、まあ、連絡してこの日を開けてもらってありがとうございます。イエイ。いやいやいや、でももう僕は、まあ、まあ日本でもやってるし、まあ、海外でもナンパをしてるということで、まあぜひ僕のナンパを見てほしい見てほしいんですよね本当に。まあ、そう、僕のセックス見てほしいって言ってるみたいな感じいや、まあでもそんぐらいの気持ちですよ僕。そんぐらいの気持ちだよね。その温泉とか行って裸の付き合いでとかっていう人もいると思うんですけど、僕はそれがナンパを見てもらえたらやっぱ絆も深まると思うしお前のナンパ結構僕チャンネルで見てるけどありがたい、ありがたいんですけどね、まあ、っていうか、その僕が仮に例えばナンパして連れてきた女の子とガクトさんが話すみたいなのは OK なんですか。全然構わない。おお、それ見たい。それはもう日本語でも、海外の英語でもってことですね。全然構わない。それめちゃめちゃレア映像いいよ。ありますか、そのムスリム系の女の子とデートする。たまに。たまにしてるんだ。ちょいちょいナンパしてる。ちょいちょいっていうかも、僕ね、あんまりナンパの概念がないからね、はいはいはい、ナンパしようと思ってナンパしないから、だから、あ、可愛いなと思ったら可愛いねっていうのは男としての礼儀だろ。どうなんですか、ま、ガクトさんの恋愛事情僕は自分が気に入った人と一緒にいたいっていう、それだけだから、だから出会いも別にこういう出会い方がいいとも思って決めてるわけではないし、例えば外で、あ、可愛いなと思ったら声かけるし、あ、こいつ面白そうだなと思ったら男にも普通に話しかけるし、すぐ仲良くなるし、それは店員であっても空港であってもバーであってもショッピングモールでも例えばレストランでも関係ないし、はいはい、もしかしたら今日街ブラして気になる人がいたら行っちゃうかもしれないですかえ、でもあれだろ、うちの事務所からナンパするなら未成年って言われたんだろ
事務所的に NG そう、そこはね、はい、イタリアとか行ったことある？一回だけ。フランスは？あります。スペインは？あります、ちょうど、はい、イタリアもさ、スペインもフランスもそうだけど、ヨーロッパに行くとさ、普通に街の中で男が女の子に綺麗だねっていうところから会話が始まることってごく普通じゃん。で、僕も、まあ、特に東京に出てきたのがちょうど二十歳の時だったんだけど、まあ、その時とかはさ、自分の中でこうナンパっていうのがこう分かれてた時だったんだよ、意識的に。だけど初めて海外に行った時に、こんなにも自然に、こんなにも普通の会話として声をかけることが当たり前になっている世界があるんだってことを知った時に、いい笑顔だねって言われることで怒る人いないよね。これがなんで日本にはないんだろうって。日本人は特に褒めなさすぎだから、その褒めないっていうことに対するなんかこう美徳みたいなものってちょっと違うなって思うようになったのがちょうど26の時だったんだよ。それからかな、なんか意識が変わったのは。なるほど。マレーシアに、まあ、僕ら初めて来たんですけど、そのかぶってる、なんて言うんだっけ、ムスリムのヒジャブ、そう、人とかは基本的にやっぱナンパというか恋愛に関しては、それも人によるんだよね、はい、マレーシアの、イスラム系、はい、いわゆるムスリム系と言われる子たち、はいはい、世界全体のイスラム教徒でいうとイスラムにも派閥がいっぱいあって、でこの国のイスラムはカジュアルイスラムって言われてるんで、ああ割とカジュアル、そうか、そう、でインドネシアのムスリムの人たちはネオムスリムって言われてたりする。感覚がちょっと違うんだよね、はいはい、例えば厳格なとこだと顔も出せないとか、うん、あ、なんか目だけみたいな、下見とかなきゃいけないみたいな、いやもう全部隠さなきゃいけない、あ、そうなんや、真っ黒の、そう、へえ、うん、とかね、つい最近まで女性は車が運転できないとか、へえ、マレーシアで、いやそれはサウジね、サウジか、はいはいはい、そういうのとは全然違うんだよね。まだじゃあだいぶカジュアルなんだよ。カジュアルな方がいいね。その知識は女の子から教わったんですか？うん、これはね15年ぐらい前にはまああったことなんだけど、はい、結構こうマレー系の女の子たちをナンパしてエッチして、うん、でその子たちが警察に通報すると結婚しなきゃいけなくなる。うわ、え、そうかっていうのもあるんだよ。はいはいはい。まあ、ケールにはそんなにいないんだけど、宗教警察もいるから。宗教警察、宗教警察、そうそう、警察とは別の宗教警察っていうのもいて、そのムスリムの戒律を乱す行為をしている人たちを取り締まる警察官みたいな。だからまあそういうのにお世話にならないように、うん、あえてヒジャブをかぶってる子に自分から声をかけるっていうことは極力しない。なるほどね、まあ、確かに、まあ、確かに、そりゃそうか、トラブルになるじゃん。確かに確かに。で例えばうちに遊びに来る子でもムスリムの子たちはいっぱいいるし、ね、でもその子たちはやっぱオープンなんだよね、だいぶ、はいはい、だからだいぶ違うんだよ。なるほど、はいはい、そのうちに遊びに来る子って気になります。あ、もうガクトって分かってるんですか？そのこっちの子は別に、ただうーんと分かってる子には声をかけた後にそこから先進まない。なるほど、へえ、そうなんや。逆に知らない子たちの方が楽しいよね、はいはい、まあまあ確かに、まあ、びっくりするはず。でもね、ここってめちゃくちゃ外国人多いから、うん、でほら外国に来る人たちってすごいオープンな子たち多いじゃん。例えばドバイだったら女性ってもう全部隠さなきゃいけないよね、うん、女性はもう真っ黒の状態になるわけじゃない、うん、だけどこっちに来るとそんな子たちがみんなスカート履いて普通に、うん、あ、そうなんだ、歩いてたりする。へえ、なるほど。からでも日本でもさ、
例えば地方から出てきた子たち、うん、例えば、まあ、九州、まあ、宮崎とか、うん、熊本とか佐賀とかからいきなり東京に出てくると、はい、はっちゃける子多いじゃん。まあ確かに、まあまあまあ確かに、そういうことか。確かに、そういう感じか。特に南の方の子たちってはっちゃけ率がやばいから。へえ、確かに。東京出身？僕は福岡です。全然違うだろ、福岡と東京って。まあ違いますね、確かに。ノリが違うだろ。うん、違いますね。だって僕福岡でよくライブとか行ったりして、うん、ライブの後とか夜ブラブラ歩くんだけど、うん、すごい歩いてんだ。福岡好きなんだよ。はいはい、福岡の人あったかくない？あったかいですね、だいぶ。そうだ、ね、ファミリー感も強いし、うん、長崎とか超楽しいんだよ。へえ、うん、長崎やばいね。長崎やばいんだ。長崎行かないとな。長崎ほんと楽しい。へもう長崎とか、まあ、僕らがツアーでよくやってたのは電車に乗ってデパートに行って、うん、で片っ端からみんなナンパしていくっていうのをやって、はあ、はいはい、で最後夜みんなでバーに集まってみんなで飲むっていうのをよくやってたんだけど、うんうん、すごいな。どんどん人増えていくんだよ。それがすっごい面白くて、はあ、いやちょっと撮影なしで行きたいですね。長崎に？長崎でもいいし、その GACKT さんと一緒にナンパし、あ、間違った、ナンパしようと思って外にはあんまり出ないって言ってたと、うん、それはめちゃくちゃ分かるんですけど、僕も、まあ、なんか一緒にちょっと行く、遊ぶってなったら、まあまあ行くってちょっとなるじゃないですか、うん、それをやりたいですね。全然いいよ。いい人、ちょっと今の GACKT さんヨーロッパでもね、はい、めちゃめちゃ楽しい場所いっぱいあるんだよ。やりね、一緒にリトアニアとかね、はいはい、リトアニア、リトアニア、リトアニアはね、すっごい楽しかったね。あとラトビアもすごい楽しかったし、うん、そっちの方なんだ。世界で一番綺麗だなと思った女の子たちはスウェーデンだね。へえ、確かにスウェーデン。本当に冗談抜きで行ったその日からもう住もうって決めたぐらいで。おお、まあ、僕に弟みたいな子が向こうにいて、うん、その子が向こうでライブやるからって言ってゲストで行くって、うんうんうん、まあ、ゲスト出演するっていう話で行ったんだけど、うん、ツアーバスで市内のすぐ近くの橋の上で泊まってそこから歩いて行くってなって、まあ、バス開くじゃん、うんうん、バスが開いて降りた瞬間に目の前に女の子が一人通ったんだよ、うんうん、僕ね人生で初めてストーキングしたんだよ。はいはいはい、可愛すぎて。その後気づいたらその僕の弟がジェージェーって呼んでるのに気づいて、うん、パッて気づいて僕ね、その女の子の後ね普通に歩いてたんですよ。ケツ追っかけてる、本当に。へえ。でその後デパート行って朝の、まあ、11時ぐらいに行ったのかな、うんうん、デパートってそんなに人いないじゃん11時とか、うん、入った瞬間にまずいる客少ないのに、うん、いる客が最初みんなモデルだから、うん、モデルだと思ってて、はいはい、この時間モデルが集まるんだと思ってモールにで全員に声かけて全員もう男も女も、うん、はいはい、何の仕事してんの。確かに気になる。そしたら普通にレストランモデルじゃないんだ、モデルじゃないんだって。僕もこれモデルじゃないんだっていうのをその日40回ぐらい言ったと思うんだよ。めっちゃ声かけてるな、すごっ。まあ、みたいな話をしつつ今日はみたいな話をしつつ今日はケールにナンパしに行きますか。お前がするんだろ。お願いします。見てくださいよ、うん、まあ、トラブルにならないようにだけはしてもらえると、はい、もちろんです、もちろんです。悪いナンパはしない、うん、じゃあ車2台出すから、はい、1台は僕が運転して、もう1台はうちのドライバーが運転するから、はい、それに分かれて乗って。あ、分かりました、うん、GACKTさんの運転。じゃマジで、え、大丈夫ですか。分からん。大、すごいっすね。 え、なんかすごいな。怖くないんだ。おー、ちょっと待って、なんで、え、え、いいね、なんで待って、これ俺なんかしょぼく見えるぞこんな。当たり前にやられたら、ギャー、え、ギャー、ギャー、
いやダメじゃん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 ちょっと待ってこれ絶対やばい、はいはい、あっちょっとおもろいなこれおもろいわうわこれは腹筋腹圧、うん、誰も人生に助けなんてないぞ厳しい厳しすぎるすげえここ車庫なんだいやジャガーやで俺前からやばいやばいやばいちょっともうこんなすごいのに全無視やさんの運転です。ジャガーです。ジャガー。パビリオンに向かっております。パビリオンに向かってますけど、こんなことないよね。ガクさんとナンパしにその街へ出かけるという。いやすごいすごいよ。これ車。ちょっとランボルギーニとジャガーがまあさっき目に見えるところにはあって、あの紫はガクさんが好きな色。エヴァパープル。で、ちょっとさっき、ちょっと動画外で言ってた、その、ランボルギーニに出会って、他の車いらなくなったみたいな話がめちゃくちゃ気になって。はいはい、確かに。そんなにやっぱ違うんですか、ランボルギーニって。速い車は他にもある。うん。でも、人に影響を与える車って少なくないですか人に影響を与える車。はい、車ってさ、うん、一番、かっこいい瞬間っていつだと思う車の中で車のかっこいい瞬間、うん、車がってことですかエンジン吹かした時駐車地味すぎわからんけど駐車がめっちゃ地味なんじゃないのそれ車に入る時、うん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 、乗る時、うんうんうん、その車を出す時、うんうんうん、あと車から降りる時、うんうんうん、これが一番かっこよく見える瞬間一番人に影響を与えられる瞬間、はい、ああなるほど、はいはい、走ってる時ってさまず少なくとも自分は外観は見れない確かにどんなにいい車でも走ってる時は自分の車の外観はどんな風に走ってるのかは分かんないじゃん、うんうんうん、でランボルギーニって本当によくできてて、うんうんうん、そう車を乗ることも降りることも、うんうん、すごく美しく乗り降りができるようになってかっこいい車だなと思って降りてきた人間が行けてたら、うん、自分もこんな大人になりたいって思うじゃん、うんはい、ってことは、うん、少なくとも自分はそう思われる大人でいなきゃいけないからやらなきゃいけないことも増えるし確かにうわぁそういうことか確かにドア開いて二つおっさん出てきたら夢ないだろ確かにあんなりたいとは思うなうわまあ確かにこれは、刺さる人めっちゃ多い気するけどな僕はマレーシアに来て、うん、ホテルに着くとホテルのフロントの、うん、まあちょうどエントランスの前で車を止めて、うん、まあドアから降りて、うん、で車預けるんで、うん、その時にたまたまそこに男の子と女の子と、うん、お母さんエントランスに立ってた僕がその車から降りた時に子供たちがちょっとこっちを見てるから乗るかって言われてって言うしその男の子のお母さんが僕も大人になったらこの車に乗るいいなじゃあ頑張んないとねっていう会話を聞いて全員に影響を与えることはできなくて、うん少なくとも大人として子供たちの背中を押すっていう使命はあると思う、うん、それはどんなきっかけでさえ、うんうんうん、それが大人としての役目なんじゃないのかなめっちゃいいなって思うんだよ
だからそういう自分であるためにそういう自分であるための道具を持って、うん、その道具を使うのにふさわしい自分であるっていうのが一番何より大事なことなんじゃないのかなっていうのを考えちゃった。なるほどね。いやこれ男ぶっ刺さりだな。確かにな。変わらないんですか、動画回ってるからこうしようとか、そのオンとオフみたいな、メディア出る、まあテレビとかも含めて、はい、メッキは剥がれるからさ、うんうんうん、もちろんその自分の中で注意してることはあるよ、うんうんうん、例えばテレビに出たら話しすぎないようにしようとか、うんうん、例えばバラエティになると芸人の人たちがいたりとか、彼らは話のプロじゃん、うん、だからたくさん話をすることによって彼らは、まあ、自分たちの役割を果たそうとするような、うん、でも僕がじゃあ自分の話をたくさんしたから彼らと競えるかっていうと、彼らはそのプロなわけで、うん、そこで戦うのは部が悪すぎるんで、うん、だと自分の価値を下げることになるじゃん。なるほど、比べられるし。そう、だからメディアに出るときはなるべく発言は控えるように数を減らすしてるんだよ僕は。なるほど、あえてね。でも言わなきゃいけないタイミングで言うべきことを言うっていうところだけをしっかり意識してやってるから、その言葉に重みが出るし、その言葉が使われるし、わそこの一発がちゃんとハマるもんな毎回。普段の延長っていう感じはあるんですか、オンオフっていうよりか。逆に質問、はい、じゃあ首相がさ、うん、今はオフだからってキャバクラではしゃいでて、うん、いやこれはオフだからって言える？あ、なるほど、はいはい。じゃあアイドルがさ、今はオフだからって普通に男の子たちとデートできる、うんうん、できないよね。そうそう、うん、でそれなんでって言われたらさ、それは全ての仕事が、まあ、全てのプライベートが全ての仕事の上に成り立ってるから、うんうん、だからそこにオンとかオフはないんだよ、うんうん、いやなんかずっとガクトさんだから。確かにな、 そう、そこは気になる。でも僕は少なくとも自分が死ぬまでこの道を選んだからには、僕には少なくともファンがいて、そのファンの子たちっていうのは僕をずっと応援してくれてるわけじゃん。ガクトの生き方をずっと見てるんだよ。音楽だけ出して音楽だけ好きだって、これだったら成立するのかもしれないけど、そこだけじゃないんだよな、もうすでに生き方、考え方、物事の捉え方も含めてのガクトなわけじゃん、うん、でその僕が今はオフだからっていい加減なことしてたら、うん、ダメだろ。それをやり続けるのって 絶対簡単じゃないからな。確かに、絶対に。あと嘘つくことになるしさ、うん、そうっすね。だから僕はファンの子たちにも言うし、パブリックでも言うけど、うん、僕は女好きだ、うんうん、ね、ナンパもする、うん、普通に言ってることだし、うん。